ワールド16までクリアしたけど、特に何にも出なかったから、これか。CW。チャレンジワールド。こっちもクリアしなきゃダメっぽいね。じゃあ、チャレンジワールドに行ってみようだけど、おまけよりこっちの方が簡単なのかな。まあ、行ってみよう。忍者コスチュームでゴールを目指そう。あ、なるほどね。こういうことね。なるほど、なるほど。足速っ。番外編みたいな感じなんだな。大丈夫かな、4つちゃんと取れるかな。よし、まだ14個使える。いけそうな感じはするが、やっちゃった。こうかな。1個の時点でこうするしかないもんな。間違えた。ちょっともったいないな。これはやり直し、あー大丈夫か、すぐそこあるな。ここに置いたまんまの状態で上から落とす。はい、失敗した。この辺でしとこうか。でこうだな。こうかな。オッケー。一つ目クリア。白黒反転してるよね。番外編みたいな感じだなこれ。色が青くなってる。また忍者だ。 3×2 箱。70個って遠いな。こうこういう生き方でいいのかな。あんまりよろしくはない気がするけども。先取って、取って帰って、まずは一つ目、そして二つ目も。多分こんな感じなんだろう。まあ節約しつつの、すっごい滑るよ。届くんじゃねえこれ。あ、さすがにダメだった。どうしよう。こうして3を作ってこうか。まだ30個使えるし、いけるだろう。謎解きっていうよりもね、ちょっとそういう面白い系な感じだな。
お次は、あっちに置いてあっちにも置く。これで終わりだから一回もらっといて、とりあえずこれはもらっとこうと、大した問題じゃないし、で 3×2 箱だから上に行く、上に行く。この上に行く方法が、こうかな。で、こうだ。よし。自ら突っ込んでいくスタイル。これは本編でもあったな、こんな仕掛け。上を先にしたいところ、このまんまこう、あ、普通にここに引っかかって。やっぱ上か、先に上行かないとまずいか。と、3出して3下にして、でこの上に乗りたいところなんだけどな。3×2 箱。こうか。こうして。入って3落として2落とす。こんな感じかな。こっち向いた状態で3を投げて、もう一回3を投げる。その上に行けたらいい。あ、
こうか。普通にこうだな。うん、オッケー。よし、クリア。ちょっと迷ってしまったが。さて、チャレンジワールドの3、ウサギコスチュームぴょんぴょんするよ。高い。箱なんかいらない。あれ、いらないよね。箱なんていらないぴょん。箱なんていらないぴょん。一個無駄にしたけど多分大丈夫だぴょん。別にウサギはぴょんとか言わないぴょん。あ、もったいね。さすがにこれはやり直そう。長いからね。思いっきりミスった時にやり直しになるのがめんどくさい。ってことは次1000人？いやでも1000人はあれ箱プラス1個だもんな。そんなんしないよね。はい、あと10個。こういうことですよね。さあどんどん、おし、とりあえずぴょんぴょんするんじゃ。箱がぴょんぴょんするんじゃ。こうとこうだと届く。ああ、届くじゃん普通に。まあ多分一つ目は小手調べなんだよね。で、二つ目のウサギの方がやや難しい感じなんだろう。はい、ウサギでクリアしろ。よし、 3×2。 まあ別に一つ目は余裕、二つ目も余裕だな。これこれ以外にないもんな。ここだってもうね、道がそれしかないからね。届く？届く。悩む要素がないってのは楽だな。こうか。だと届かない。3。3と2だと1個足りない。こっちか。よし、うさぎ意味あんのかな。うさぎ。こうしてとりあえず取って3を放り投げて3を置く。ちょっと無駄遣いしちゃってるから不安だな終盤が。これも3かな。こうかな。じゃあ節約できるよねという。よし、25個もあったら余裕だろう。
階段。うん。よし。2にして。2を落としてこうかな。ジャンプ力高いからいける。あ、いけた。とりあえずゲットしときゃ OK です。うん、とりあえずゲットとしてどうやっていこうかなを考える。こうするとちょっと足りないな。で足場に1個別にクイックリトライはしなくていいんだよっていう。うん、こういうことか。こうだな。と届かない。さすがに無理か。わかったわかった。ちょっとこうしてこういって普通にこうやって落としゃいいんじゃん。なんでこんな迷ってたんだろう。箸にしちゃよかったんだ。下から行こうとしたから迷っちゃったんだよな。普通に上で閉じて渡ればよかったんだ。